見ていきありがとうございます。今日はですね、前屈がですね、楽にする方法ってことでね、お伝えしたいと思うんですね。で、まずですね、前屈をした時に、どのぐらいかなっていうのを確かめてみてください。こうでも、グーグーやらなくていいので、そのままで、このまま前に倒した時にどのぐらいかなっていうのを確認していますね。で、そしたらですね、膝のですよ、膝の内側をですね、足首に向かってこすりながらしゃがんでみてください。しゃがむ、はい、膝を伸ばす、しゃがむ、膝を伸ばす。で、できればですね、このまま胸をつけて、ももにですね、太ももに胸をつけて、はい、つけながらですね、しゃがんだり、膝を伸ばしたりっていうのをちょっと繰り返してみてください。こんな感じですね。横から見るとこんな感じ。はい。で、こんな風にやった後に、もう一回ですね、前屈をね、こうしています。そうすると、結構ですね、最初よりも、幾分ですね、こう、行きやすくなると思うんで、ぜひですね、これね、ちょっとやってみていただければとね、思います。今日もありがとうございます。